さあ裏狙いながら広く、自分の場所でも動き方変わりますよ。前にいるのか横にいるのか後ろにいるのかでも場所変わってきますよ。自分のいる場所でボールのもらい方、役割決まってきます。スコット、いやーナイスカット、惜しいなー。そう、広く、あー惜しい。そうですね、広くグッド。はい、キーパー変わります、ね、前にいるのか横にいるのか後ろにいるのかでボールのもらい方、動き方変わってきますよ。前にいる人はパスコース、横にいる人は裏狙ってみる。さあ切り替えましょう。さあ自分の場所確認して、どういう動き方ですか、パスコース作る動き方、裏を狙う動き方。あとは最初のパス&ゴーも忘れないでくださいね。出したらある程度動くことによって流れが変わってきます。はい、どうもどうも。そうですね、今キーパー初めてです。こっから相手が触るまでキーパーに下げれません。おー、オッケー。おー、惜しい。ナイスコントロール。そうですね、広く、OK。キーパー変わります。うん。痛いけどすごい。痛いけどナイスディフェンス。素晴らしい。ちゃんとコースに入ってます。うまい。うわ、面白い。うまい。おお、おお、おお、
いやー出てました。やっぱりそう、深み使った、幅作った、そう、幅作ってます、そう。